DJ サイレントーン MC プレイプレイヤー鹿の K 桜坂スキャングスターシーヨアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しでまつわるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、大谷翔平選手、はい、すごいですね。アメリカ大リーグエンジェルスの大谷翔平選手は22日かっこ日本時間23日まで行われたロイヤルズ戦で連日の大暴れ。同22日に打者としてスリーラン2本を含むキャリアハイの8打点を記録し、翌日の登板で8回2安打無失点、メジャーでは自己最多となる13奪三振をマークし6勝目を挙げた。回答中に見せたちょっとした仕草までアメリカの投球分析家は注目、エリート級の礼儀正しさと紹介していた。本人は8回で登板してますけど、うん、はい、本人は9回まで投げたかったみたいですね、うん、で全然余裕で力が残ってるってインタビューで言ってました、ね、アメリカにウィークリービズっていうニューヨークの新聞があって、はい、でそこの社長が高橋さんいるんですけど、彼が歴代ずっともう本当に超有名人ばっかをインタビューガチっていうのでインタビューしてて、で日本人だと和田アキ子さんとか北野武さんとか米倉涼子さんとかも、とにかくもう本当に、あとトム・クルーズ、デ・ニーロ、ブラッド・ピットとかも本当にもう本当に超有名なのばっかやってて、鈴木一郎さんの時にインタビューした時に、鈴木一郎って一郎ですか、はいはい、インタビューした時にもう一郎選手みたいな選手はこの先50年100年は出てこないでしょって言ってたのに、でこの大谷選手が出てきての話した時にそれ言った5年もしのうちにこんなすごいの出ちゃってって言ってましたね。うん、大谷選手はもう日本人離れした体も違いますし、だから昨日それで話してたんですけど、なんですかね、イチロー選手とかそういう選手、例えば井岡選手とボクシングで言うと井岡選手とかだと、例えば日本人の子供たちにイチローを目指して野球頑張れよって言えるっていうんですね。なんでですか？いや、努力すればなれる可能性がある。だけどその大谷とか井上尚弥はもう別格なんで、子供たちに頑張ればこういうふうになれるよっていうのは言えないレベルになってるから、子供たちの夢として努力すればなれるよっていうのじゃなくて、例えば大谷選手の場合は、ね、190何センチ体があって足の長さが半端じゃないらしいんですね。長いですよ ね、 ね、でそういうのも全て揃ってるわけじゃないですか、だから努力すればなれるよって言えないって言ってました。持って生まれた、そうですね、井上尚弥選手もすごいけど年俸64億になりましたからね、大谷選手ですか？そうです、今回64億、はい、質素な生活してるらしいですね。月3万円ですよ。え？本人それでもその 3万円で何やってるんですか？ご飯ですか？そうです。でそれも全部使い切らないで残ってって何百万って1年でお金余ったらしいんですよ。唯一買ったのがテスラの車、1800万の車を足で使うのに買っただけで、あとはだからお金全部親が管理してます。親御さん岩手に住んでらっしゃるんですね。そうですね、だからもう豪邸じゃないですか。じゃあ多分そういう家庭なんで、 お父さんとお母さんとかもそんな贅沢は多分する人じゃないと思うんで、本人見ても分かるじゃないですか、どういう家庭で育ったって。ものすごい礼儀正しいですよね、はい、親孝行を超えてますよね。どうやったらあんないい子が育つのか、はい、親が全部管理してて本人月3万円ぐらいしか使わないらしいですからね。大谷選手今いくつでしたっけ？まだ20… そうですね。でもやっぱアメリカのまあそういった解説者なんかもそういう大谷選手の礼儀正しさ、解説者だけじゃなくて審判員たちいるじゃないですか、審判員たちが全部大谷のファンになっちゃってますからね。アメリカの大リーグとかは結構ほらツバピってやったりとかガムくちゃくちゃこうやってたりとか、それがこう当たり前みたいな風に見てましたけど、大谷選手全然違いますもんね。そうですね、綺麗ですよね。ゴミ拾いしてますもんね。そうですね、小石とか拾ってポケット入れてますからなんて素晴らしい人なんでしょうか。
でも日本人のやっぱり格が上がるというか、そうですね、はい、大谷選手がそうしていただけることによって日本人の素晴らしさがね世界に広まるのがいいですよ ね、ものすごい貢献者ですよね。でも大谷選手はだから今ね、そういう別格な日本人がいっぱい出てきてるから、うんうん、本当そうですね、うん、大谷選手、井上尚弥選手、そういう風になりたいと思っても、うんうん、ちょっと桁が格が違いすぎて、だから子供たちにこういう風になりたいって言って、うん、じゃあお前努力すればなれるよって言えないレベルまで来ちゃってるじゃないですか。これから出そうな感じはしますけどね、日本からまた。そうですね、そういったスーパースターが、はい、でもラグビーとかもねやっぱ出てて、うん、あんまりほらここまでメジャーじゃないですけど、うん、もう実際に海外で日本のラグビーの選手すごい活躍してますからね。ラグビーの時も良かったですよね、すごい礼儀正しいし、うん、すごい良かったです。姫野選手なんかすごいですもんね、はい、体もそうですけど、うん、やっぱだから彼も別格な体じゃないですか、うん、で彼もすごい謙虚で、うんうん、いいですよね、見てて本当心晴れ晴れするというか、うん、気持ちいいですもんね。そうですね、大注目ですね、まだ。そうですね、大谷選手はまたなんかだから今回のでベーブルースをまた抜いたんですよね、何かを、はい、すごいですね。だ多分もう大谷選手を抜ける選手いないんじゃないですかね。打ってもすごい、投げてもすごい、礼儀正しい、はい、走るで、お金も使わない、うん、何食べてるのか聞いてみたいですね。どんな質素な生活してるんだろう。いや彼マネージャー、日本人通訳兼マネージャーついてるじゃないですか、はい、彼と自分で作ってるみたいですよ、うん、日本食食べてるんですかね。でも日本食だったらちょっと高そうですよね、向こうで。でもいるとこがアナハイムっていうとこが球場なんですけど、であそこの辺って日本人多いんですよ、うん、日本のスーパーいっぱいあるんで、うん、でトーレンス行くと、うん、日本人がやってるラーメン屋だけで 2,30 軒あるんで、もうトーレンス今日本語で生活できるぐらい日本人多いんですよ。そうなんですか。はい、もう本当に普通に居酒屋入ってっても日本語でいらっしゃいませって言いますか。本当ですか。はい、アメリカの物価って高いじゃないですか、 なんかラーメンいっぱい食べるのにも 2,3 千円か。だけど日本と違ってその分給料は上がってますから、だからそうですね、はい、大谷選手はじゃあ外食しないで本当家で食べてるんですね。じゃないですかね。そんじゃなかったら3万円じゃね、無理ですもんね。誰が作ってるのか分かんないですけど ねちょっと気になるところですね、うん、ちょっとこの辺も注目して見ていきたいと思うし、あと怪我しないで頑張ってほしいですね、シーズン終えてほしいですよね、うん、本当に野球にしか興味ないんでしょうね、根が真面目なんでしょうね、うん、だからあそこまでストイックに結果も残すし、うん、それがなんかで多分すごいお金入ってきてると思うんですよ。遠望の他に、ね、いろんなグッズの権利とかのお金ももらって、コマーシャルもいっぱい出てるじゃないですか、うん、だからあとスポンサーもいっぱいついてるじゃないですか。そうですね、でアメリカの場合はスポンサーとんでもない金額ですから、そういうのも全部親に送っちゃってるわけじゃないですか。すごいですよね。どんだけイメージ良かったらやっぱスポンサーもたくさんつきますもんね。いやスポンサーすごいですよね、うん、今とにかく怪我だけしないようにですね、うん、頑張ってほしいです。一時刑事ももうワイフになるってもう無理だよお前。刑事君野球どうなんですか。今ちょっと2回コロナにかかって2回目の後遺症で、はい、うん、肺がダメなんですね。でもすぐ息苦しくなって、うん、今マスクもできない状態なんで、マスクあんまりしない方がいいんですよね。そうですね、もうでも高校がマスクしてないとダメって言って、うん、野球部じゃない人は顎マスクとかしてて歩いててもいいらしいんですけど、なんか野球部はマスクしてないと顧問にすごい怒られるらしいんですよ。でこの間なんか廊下ですごい説教されたらしくて、コロナの後遺症でどうのこうのって説明したらしいんですけど、それでもなんかすごい怒られたらしいですね。でも若い子なんかはやっぱ体動かすし、まあ、野球部なんかは特に体動かすんで、うん、マスクしてたら酸欠になりますよ。そうですね、しかもこの暑い中熱中症、今日も朝ニュースでやってたけど、うん、マスクしなくていいっていう出てます、はい、熱中症になる確率の方が高い、うん、そうですね。今日神奈川県で800何人かコロナ感染者出てたんですけど、うん、そのうちの700何十人かは軽症あるいは無症状っていうことなんで、うん、ほとんどが大丈夫っていう、うん、で死亡者が2名なんですけど、亡くなられたのは70歳から90歳の2名、うん、やばいですね。もうすぐ70歳になりますよ自分が。計算も少し短所ですね。はい、そうですね。ちょっと逃げる予定っていうことで聞いてます、はい、61歳になります、はい、ということで、はい、本日はありがとうございました。さくらたかしギャングスタ、昔と命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透、ね、逆
強くポーズでただ揃った好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサクライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだRight